応毎日200個ぐらいの隕石は、あの、大なり小なり、あの、うん、まあ、そこそこ大気圏外に入ってるようなの結構数、まあ、この大きさの基準もあるんですけど、ちょっと捉えるところは200個ぐらいは日々落ちてるので、うん、地面に来るまでとは言わず、あの、大気圏では200個ぐらいは落ちてますので、うん、その中の一つが大きなのが落ちて、津波が東北の震災の3倍にもなるっていう、ちょっと詳細がちょっとその状況が説明されきってるっていうところはどういう根拠なんだろうっていうところがありますね、うん、嘘なんじゃないかなっていうところもありますよね。僕は印象的にはそこら辺で迷ってるのは事実なんですよ。なんとなく、はい、ね、あのノストラダムスの予言だったりね、はい、あのまたあのマヤの予言だったりね、はい、まだそのパターンかなと思ってたんですけども、はい、いやひょっとして本場だったらどうしようかって思うところもありますよね。うん、もし本当だったら、あの、うん、地球に到達するまでにミサイルで壊すんじゃないのかなっていうところは、あの、現実問題としていろんなステップで対処されるんじゃないかなっていうのは、あの、そんだけもう、あの、長い時間の前に分かっていたら、あの、計画的に破壊もできるでしょうし、宇宙空間打開なんてできないですか？他の惑星に行って、そこの生命体や草木を3日間で全滅させる細菌兵器を使えるぐらいなので。それはどこですか？地球人類の最先端生物兵器の状況ですか？そうですね。アメリカのトップの軍、海軍ですかね。うん。あの、非常に恐ろしい生物兵器を持ってるところはそこまでやれるので、うん、隕石の惑星、まあ、どのぐらいの大きさかちょっとあれなんですけど、うん、日本とフィリピンの間に落ちる隕石程度のものが粉々にできる能力があるかと、うん、思います。ただ、あえてこの情報をそういうふうに出したっていうことは別目的があるんですね。いや、僕もそう思いますよ。あの、プロパガンダ、心理誘導作戦とみんなをここに引きつけることで、次の展開に入れるんで、うん、そういう集団心理統制をがどこまで可能なのかっていうのを推し量って、うん、こう国際政治を牛耳るため の、 この情報の出し方っていうのを研究してるところがあるんじゃないでしょうか。その目的で、あの、私たちの恐怖の心理とか集団コントロールのデータが取られてるっていうのが事実なんじゃないでしょうかね。超能力ブームの時、あのユリギラーブームがあったじゃないですか。はい。あれも日本人をメディアを通じてどれだけ洗脳できるかってアメリカは実験であったっていう説があるんですよね。はい。見事に洗脳できるなっていうのが分かったらしいですけど、で、まあ、あの、俺も嘘かなと思ってたんですよ。そしたら学者、まあ、主に理系ですよね、物理学とか宇宙工学とかそっちの先生のところに、日本人の他の普通の無名の学者のところにも来とるらしいんですよね。だとしたらこれマジな文書で送っとるやんと。ということはアメリカがわし落とせるけどこれ落としたんねん、ちょっと日本とフィリピンビビらすから
条件のまだ落とすぞお前らみたいに言うてこい聞きよんとちゃうかなと思って。はい、どうですか。あのそういう脅しは、うん、いつもあの内閣の裏にアメリカ大使館からこれこうしないとこうなるよっていう脅しが日常に行われてるように、うん、その脅しで世界中の政府の裏からこれをこういうふうにするからって言って、あの壮大なこういう名目のお金を出しなさいとか、お金を巻き上げてる可能性もありますよね。これを宇宙空間上で何とか破壊するから、隠密裏に破壊するからこのお金を出しなさいと言って、もともと隕石なんてごいっていう、うん、あのストーリーもあります。まあ例えば、まあ、地球の環境問題で八百長芝居でお金が欲しいから日本も何百億かがせやと、で日本が嫌がっとるから、こんなん言うたらこれ落とすぞお前、落とされたら困るやろ、人間また1万人が2万人死ぬぞというふうに脅かされたってことですかね。そうですね。で、あのグズグズ言うんだったらどっか西の方にちょっと震度7の地震が来ても知らないよとか、うん、それは勘弁してくださいって日本の総理が言って、うん、あの実際に南極からアメリカの兵器会社がパソコンで地震を起こせる世の中になってるので、うん、南極から起こせるんですか。あ、詳しくはあのレイセオンという兵器会社が南極の基地がありまして、うん、そこでパソコンで起こせますっていうことをメンテナンスしてた人がアメリカで暴露して記者会見してるみたいなので、うん、あの全部地震の予言とかもそういうふうにとある予言者に言わせて実際人工で起こしてっていうマッチポンプをすることで洗脳して予言があるとか、うん、あのこういう摩訶不思議なものがあるとか、また災害があるとか、うん、人がもう無知を見せられただけでも震え上がるような洗脳をメディアと情報を駆使してできてしまうっていう、こうプロパガンダの社会になってしまってるっていうベースは、うん、あの踏まえた方がいい。いいかなと思います。撃てるもんなら撃ってみ、落とすもんなら落としてみって言ったらどうですか、日本の方で。先に、まあ、暗殺されるかもしれませんね。言うた本人が。実際に撃っても意味のない撃ち方はせずに、脅せるか、お金を取れるかっていう撃ち方しかしないので、それを撃つことで、用意周到によその国から君もあんな、うん、君のところもあんなになりたくないよねっていう準備をしてからのあの見せるんですね。じゃあ撃たない、撃ってみるなら撃ってみって言われたらその政治家とかは暗殺されてしまうと。大体あの盲ろう会見ワインああ泥酔したとか、なってしまった方とか、日本を本当にあの戦後のレジームから脱却とか、うん、あの今までの、ね、こういうことを挙げてた方が早めに舞台からいなくなるので、うん、あのこの騙しのトリックっていうのがベースにあると思いますね、情報社会の。うん、じゃあアメリカの狙いはぶっちゃけて何が狙いですかね。アメリカを装ってるけれど、うん、その背後にいる、うん、その超エリート部隊のその仕掛け人たちですよね。じゃあディープステートってことですか。その言葉がどんだけいいか悪いかちょっとスキャンしてみます。はい。50%ですね、ディープステート。
店舗っていうことが、真実は 50% ですね。中身の詳しい解析はしてないんですけど、ディープステートっていう言葉自体を真のコントローラーたちがよく思ってるか、よく悪く思ってるかって言ったら、逆によく思ってますね。ディープステートっていうコンセプトが出たこと自体をやりやすいと思ってますね。じゃあディープステートとその実は裏の、まあ、支配者というか支配を狙ってる連中は必ずしもイコールではないということなんですかね。全然違いますね。違う。むしろディープステート、なので喜んでますね。ディープステートっていうコンセプトが走り出してくれることで。じゃあトランプ大統領がディープステートだディープステートだ言ってますけど、あれはトランプさんが踊らされてるんですか。そうですね、セキュリティクリアランス37番ぐらいのトランプさんにとっては機密事項が30いくつもまだ上にあるので、完全にまたフロントですよね。では奴らの狙いというのは何ですか。ちょっと狙いを見てみます。はい。狙いは地上にはほぼなくて、僕たちが知らない領域に関心を向いてますね。宇宙利権ですか、そこに言う。そうですね、向こうがものすごい状態になっているので、そっちでの派遣を狙ってますね。ものすごい資源を奪ってるらしいじゃないですか、火星とか次とかにいろんなものすごい資源が埋まってるらしいじゃないですか。資源、実際はもう月にアポロが行ってからもう何十年も経ちますので、その間ずっとクローズしてプロジェクトが進んでるっていうこととか、今多くの方が言ってるように火星での基地、火星での産業文明についても地球に、情報がクローズされてるんですけど、相当向こうの世界での状況は、奴隷階級みたいな形ではあるんですけど、科学的に文明、技術的には進んでるんですけど、文化的にはもう奴隷階級みたいな世界ですよね。中世みたいな感じですか。もっとバビロニア的な、もっと原始的な感じかもしれないですね。もう道具扱いですよね。今一説で世界中で科学者が消えた年代っていうのがあるらしいんですけど、大量の行方不明という、そこそこのステータスを持たれた方々が、なので彼らが奴隷のような扱いを受けて研究を促進させられてるっていう話は聞いてます。じゃあその世界では一番偉いのは、ね、一番ノーブルな気になる地位というのはどういう地位ですか。上の方に行くと、だんだんちょっと地球人でないような、その地球自身の権力者たちを、手玉に取る、最近はもう地底種族の支配、地底種族の、地表支配っていうのは実は、ありますね。じゃあ地底におった人間中が、ヒューマノイドが出てきて人間をちょっと下働きとしてこき使ってると。1953年なんですけど、出てきて技術協力の形でアメリカとかとちょっと交渉をして、で実際は侵略なんですけど、アメリカの方もナチスの方も調子に乗って、
ずれ手玉に取ってやろうと思って、うん、技術協力を受け入れてアメリカ大陸を、うん、地表なんですけどいくつか彼らに割譲をしてますね、うんうん、ということはその都市に行くとその都市の市長とか役職の上の方は全部その異星人というかあのエイリアンが占めてるとかそういうことがあり得るわけですか。そういう話も聞いたことがあるんですけどここでの大陸割譲は区分化されていると思います、うん、そのエリアにはもう入れないと思いますアメリカ大陸の。おお。じゃあそのエリアに入れないってことはそのエリアはもうエイリアンだけがおるんですか。そうですね、軍隊の監視下に敷かれて入れなくなってるけど、うん、その大陸は地底から出てきた、うん、ものが地表を占拠してる状態になってるエリアがありますね。じゃあその連中、はい、じゃあ今回の彗星問題はその連中がまあ裏で操ってるってわけですか。おそらく水星問題は、うん、セキュリティクリアランスのはるかなるこうもうちょっと下の方のプロパガンダのところを扱ってる地球人の領域と思います。地球人の領域、はい、大陸割譲のことは、うん、CIA とか NSA でもわずかしか知らないはずです、うん、ほんの少しの人しかこの大陸がもうアメリカ大陸のこのエリアはもうある地底の種族が地表に出てきて占拠してるっていうのを知ってるのは少ないと思います、うん、それ一時期の香港中国が香港取られたようなもんですか。中国と中国において一時期、はい、香港取られとったじゃないですかイギリスに、はい、あんな感じで取られてるんですか。あれは公なんですけど、うん、クローズドで情報を封鎖されて取られてるっていう、うまく外交的に、うん、やられてる。そして表には出ない、うん、技術協力してる見返りにこの部分の区画を占拠させてもらうっていう、うん、交渉開始は多分1953年と思いますね。となればそこに住んでる一般市民とかは何も知らんわけですか。いや一般市民がいないところだと思います。すでに共存共栄はしてない、入れないので。じゃあもう全てがエイリアンである町があるということですね。町交流がないので、もう地表は砂漠とか山林とかで入れないと思います。ああもう町とかではなくて、周りの人たちもあそこに町なんかないねって思ってるんですか。そうですね。あそこはもう軍隊の演習場なので入れないでっていうエリアが。多くあるはずです。じゃあ人間たちはそこに出入りできなければエイリアンがわがままの顔で動いてるって感じですか。そうですね。地底と地表を占拠したということですね。でその占拠、うん、その占拠は中国でも同じ種族が仕掛けて、うんうんうん、ある程度やられてますね。中国の大陸もやられてます。中国も同じように町全体がその種族に乗っ取られてるという感じですか。山か渓谷かですね、町ではなく、うん、入れない、中国軍に入れなくなってる特別エリアがありますね、うん、あでもそれはレプティリアンの一族ですか。違います。人間型ですね。人間型、それはかつて人間、我々の先祖とつながってた人たちですか。もともと地底ですね。
じゃあ我々と遺伝子上のつながりはないと。ないですね。科学文明的にもちょっと桁違いなので。でもその、台湾有事、ちょっと話がちょっと飛ぶんですけど、台湾有事の真犯人をスキャンすると、その種族とヒットするんです。アメリカと中国の各大陸区分を占拠してるその地底人と、そのものが台湾有事を主導してるので、なんでまたそんな台湾取ったろうと思うんですか？台湾有事を起こすことで中国大陸の活動エリアを増やそうとしてると思います。じゃあ増やすってことは増える分、草に紛れて増える分に台湾が含まれるってことですかね。その衝突を気なくさいもので、協力の見返りに中国に大陸をもうちょっと面積を広げてちょうだいって言ってるという技術力を、台湾を、この台湾有事に有利に我々が技術サポートするから、この部分の大陸の面積を、活用を増やすようにっていう交渉を、なので台湾有事を仕掛けてる張本人は中国でもアメリカでもなく、その地底種族っていう反応が非常に強いので、結局広大な中国とアメリカを、地表部分を取りに来てるなっていう、こう人類対地底人の戦いがいよいよ本格的になってるなっていう。 もちろん一種ですよ、複数の種族ではなくて。なので24年25年はその地球制覇を、したたかに人類に協力のふりをして侵略をしてくる地底種族のスターピープルと賢い人類との戦いが今から始まるという。でも地球上の人類も上層部はレプティリアンとかが支配してるんでしょ？それはオバマ大統領の頃のあれですね、ちょっとその昔の、流れの状況の一面ですね。その後一度出てしまう、地球からは出てしまうっていう流れは認識してます。じゃあ今はもうレプティリアンが協力してたことはないんで、なくなったんですか？あれの時は非常に第二次大戦前後からドイツが、がっちりレプティリアンに首根っこつかまれて、南極まで行き、ホワイトハウスの上にいろいろなんて言いますかね、UFO 大群を飛ばし、トルーマン大統領を署名させるという、あの辺りはレプテリアン体制だったんでしょうね。じゃあ今は地底人がやってきおると。そうですね、アメリカも侵略されつつあるので、そのセキュリティクリアランスの高いもの、皆様とか銀行家とかも全部その地底人のその種族には今やられてますね。結局じゃあその地底人の侵略が開始されると。で開始されているいます。でその連中が今回の隕石はその連中の、末端の人間がやってると。膨大な組織の下部 の、 このプロパガンダのところですね。下っ端がやってると。はい。でズバリ落ちないと思いますか？落ちると思いますか？条件があって、お金がその彼らが儲かる方向に結果が変わります、成り行きで。ああ、お金らの方向により、よりお金が儲かる方に即座にしなるような変わります。じゃあ落ちる方が経験ようなのでって言ったら、そっちに
プロットを書き換えって感じになるんですか。彼らの収益がそちらに方がうまく未然に身の代金もらったとか、うん、あの防衛費でしっかり儲けれたとか言ったら、じゃあ関連してやるよっていうことで終わりますね。で、言うこと聞かなかったら空売りされて、ドーンとされて、大量に安いお金を、安い株を買って、自分、あの、回収してきますので。なるほど。変にケチって抵抗したら、ドーンと来るぞと。はい。うん。どちらにしろ彼らは儲けに来るんですけど、うん。あれですね、宇宙時代に入ってもお金はまだ欲しいんでしょうね。あ、そうですか。なんか、じゃあ僕が6月に仕掛ける方向で、ちょっとギャフンと寄せてあげましょうか。はい、あ、何か仕掛けていただけるんですね。まあ、あの、宗教勢力を使って仕掛けますよ。はい。違うとこに落としたろうと思って。はい、あ、はい。中国に落としてやりましょうかね。いや、そんな簡単に、あの、方向が変わるんだったらね。まあ、中国でもなく、あの、地球から外れたらいいですよね。いや、中国に落とし合ったらいいじゃないですか。いやいやいや、それだけ余計な野望を言いないとんだったらね。まあ、あの、日本、中国、韓国、台湾、皆さん、あの、アジアの同胞を守りたいと、考えます。うん、あ、まあ、非常に、100点満点の答えです。ありがとうございました。はい。あの、今日は長々とどうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。本当に。はい、またよろしくお願いします。はい。またご指導ください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい。近道さんの、フィリピン沖合、日本沖合に落ちる来年、の7月に落ちる隕石について語っていただきました。まあ、どっちもあり得るという話ですね。果たして金がどういうふうに動くのかによって落ちる落ちないは決まるというふうに言われております。果たしてどうなることでしょうか。大変楽しみにしております。まあ楽しみとか言っちゃいけないんですね。あの、漁民の方なんかすごい被害を受けられるでしょうから、あの、非常に有識ことだと思っておりますが、これは、あの、日本の国益を守るためにも、このまま墜落させてはいけないというような思いが強くなりますね。果たしてどうなのか。果たしてその秘策は、うまく作動するのか楽しみにしておいてください。地球の運命を変える地球の未来のジャッジメントを変えるアトラスラジオ、アベンジャーズはまた動きます。また違った動きをしますね。ということで今回のアトラスラジオは、来年7月に落下する彗星について話していただきました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、オカルトはエンタメだ。エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それでは皆さん、次回もまた不思議の世界であなたとランデブー。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、さようなら。バイバイ。さようなら。バイバイ。